俺のコンバ AWM。 はい、どうも、スコルです。今回はですね、まあ、新しいガチャとか、まあ、新しいイベントの方とかやってきてますんで、まあ、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、デイリーの方、イベントから見ていきましょう。ちょっと特典を受け取っておいて、まあ、いろいろ始まっているんですよね。まあ、まずこれね、788金券で、森の方がゲットできますよっていう。まあ、森は変わんでしょ。オレンジャクですかこれ。わかんないですけれど、後で見てみましょう。と、このスタンプのイベントですね。いつもあります。スタンプを貯めて、まあ、勲章とかゲットしろっていうね。今回クロスボウがもらえるみたいなんで、オレンジャク、いいと思います。あと、こちらの方ですね。まあ、いろいろリュックとか、パラシュートとか、あと、金幕の服とかですね、もらえるっていうものですね。ミッションクリアでもらえるって感じ。やっぱりアイテムを選択すると願い値を獲得と。なるほど。まあログインしてミッションクリアして、まあ、ゲットしてくださいねって感じが、これにします。これ、まあ、受け取りながら、まあ、このミッションでポイント貯めていってゲットって感じですね。まあ、普通にまあリックとかあってもそんなないと思うんで、金幕のアイテムとりあえず選んどけばいいんじゃないですか。毎日やってからね。23までなんで、まあ、ぼちぼち貯めていけばいいと思います。前あったなんかジープがもらえるイベント、青いジープがもらえるやつ、まあ、あれとなんか一緒な感じっすよね。念のため貯めていきましょうか。今武器やりましたんで、銃器の近接武器の、まあ、オレンジャクは普通に森の方ですね。オレンジャクの武器っていう風になってます。とあとガチャの方実装されているっていう、まあ、これあの PC でもしましたけれど、まあ、いろいろ入ってるやつね。交換ショップで、まあ、今回武器がいいっすよね。サイガーが結構いいんで、ここら辺が美味しいところですよね。じゃあ早速今回もこちらの方を回してみようかなというふうに思います。僕が前言いました、あの3、4回で止めるやつ、それをね早速していきますね。じゃあ回していきます。これね結構楽しみだったんですよね。まあ、ここら辺あれか、最初これルーレットがあるけんね、スキップしていいかな。1で、これはね、もう普通に追加した方がいいんですよね。一回追加して、当たれば OK みたいな。当たったらもうそれで止めるっていう方式が、基本的にいいっていう具合ですね。これもういいな。これ次がスキップしよう。長いんで。ここが、マジ長い。これで追加と。保護の方って、お、いったね。基本的に使わなくていいっすよね。あ、1下がった。スキップでいいや。これで追加。まあ、追加して増えたと。なるほどね。増えたんで、レベル2だったらこれ、コイン何枚もらえるやって。ちょっと忘れたけれど。レベル2やと、14枚か。14枚はあんまもらう意味ないんですよね。レベル3、4でもらうのが一番いいんで、下がったと。そう、3、4でもらうのが一番いいんですよね。これで次は、まあ、ダメでしたね、うん。よくわかんなかったけど、これでパンパンやっていくのが一番いいですよね。追加。お、レベル3になりましたね。3になったら受け取れば OK と。これで58枚なんで、うん。この方式で増やしていくのが一番いいっすよね。ね。それでまあ、レベルの方上げていってやっていくみたいな。うん、わぁ、これなんか、スキップするとマジで作業だね。スキップするとガチ作業じゃん。本当に。これで1コインずつ次から買ってやっていきましょうか。これ結構だいぶお得にですね、回せるんで、いいっすよね。お、ダメだ。上に上がるまでが結構大変だよね。これで。いや、なかなか上がらんな。25% で上がるんですけどね。うん。4分の1はなかなか引けないっていう。レベル2になってる。これで、あー、追加で、お、3になってる。3だったら、これはもう受け取っていいですね。毎回3、4で受け取るのが一番いいっていう。え?ここで出るんだ。あ、そんなこともあるんだ。ここでなんか、物資箱とか。めっちゃいいじゃん。とりあえず300ちょいぐらいありですね。コイン集めて終わっておきたいっすよね。レベル下がったらきついな、これ。OK です。これで追加して、通常追加度、レベル2ですか。レベル2はあんま意味ないからな。3、4で受け取った方がいいんですよね。レベル2になった。これレベル3、OK。3で受け取るのがいいです。3以上で受け取るね。2と3でもらえる報酬が全然違うんですよね。だからまあ、2、3っていう。3、4か。3、4っていうね。3、4で行くというのが一番まあ効率がいいって感じなんですよね。2、あと1上がってほしい。1上がってほしかったら今。ねえ。2。あと1。うわ、きつい。辛いなぁ。3になるのが一番いいんですよね、これ。これじゃ、上がんないね。なかなか 25% ってそんな難しかったっけ?ねえ。25%。いやぁ、わかんないなぁ。25% そんな難しいっすか?そんなきつい。レベル2。2で、あと1。うわ、上がんねえ。上がんねえ。そんな難しくない気がするんだけどなぁ。そんな難しくない。いや、上がんないね。25% ってそんな難しい?いや、25% そんな難しいっすか?え、そんな上がんないことある?つら。ね。いや、そんな上がんないことある?全然、4分の1は引けないんだけど。運悪すぎるでしょ。これは俺が、
お、受け取って。3で受け取って35枚だろう。で、あとちょいか。10枚ちょい集めれば10買えるんで。まあ僕最後ゲットできれば今回いいっすからね。あと10枚ちょいだから、レベル1の報酬で10枚ちょいっていけるよね。6枚か。あれじゃあレベル2に選択できるんだな。これで。おい、増えないし。もう一回選択できんじゃん。まあんましたくないんだけど。もうレベル1で受けてるか。あ、レベル2でいいや。受け取りと。おー、違った！間違えて俺。やったった、ほんと。25。ほら、もう、ギリ足りないじゃん。めんどくせえな。めんどくさいこと言いましたし。間違えた。ついつい癖で、受け取りをしちゃったよ。オッケー、これで、オッケーというわけですね。まあ、皆さんもね、欲しい10だけゲットして、あとはまあ、撤退ってのが一番いいっすよ。ワンチャンスレベル7とか、ちょっと難しいと思いますんで。レベル7とか選ぶよりは、まあ、今、やった感じでですね、回していって、まあ、欲しいところのボーダーラインまでゲットしていくっていう。一応、今回僕、1000金券ぐらいかな、でゲットできてますんで、無料分の得点含めてですね。まあ、なんで、この方式でしていけばいいと思います。まあ、こちらのね、サイガ、早速交換していきましょう。オッケー。まだ特にいらんからね。AK14 とかも三国志に入るから、そっちからいいもんな。OK です。俺はここで撤退だ。うん。お宝とか追加されてないよね。ないね。とりあえずじゃあ、最後拡張するかな。ね。拡張していきましょう。三段銃の、ここですよね。いや、結構ね、見た目かっこいいっすよね。撃破、キルログも結構かっこいいし、最後最近僕ちょっと使うんですよね。強化されて、適当に撃ちは勝てるじゃないですか。それがなんか、めっちゃ良くてですね。これメインストで使ったらやばいだろうな。うん。邪魔すぎるだろうね。エフェクトが。これで、照準、そう、スペシャル照準とかあるんですよね。なんか、今回最後、スペシャルな照準みたいなね。レベルアップさせよう。もう一番上までするか。一気に。OK。レベル7。まあ、なかなか内部なんで、こうやってね。チケットの方は使っていくっていう大事っすよね。オッケー。何気に俺、ショットガン、初めての金銃っすね。金枠。結構いい。ちょっと使ってこよう。一回射撃場の方で使ってみますかね。ショットガンね。行きましょう、早速。どんな感じ？ショットガン。あ、スペシャル照準って色が変わるって感じなんだ。なるほどね。普通につけてない照準だと、まあ、こんな感じの赤い照準だけど、最後は黄色い照準になるんだ。おぉ。そんな感じなんだね。黄色い照準なんだな。おぉ、結構エフェクト、だいぶ出るね。だいぶエフェクト出るね、ほんとに。悪くない。いいんじゃないですか？すごい。結構がっつり。結構がっつりじゃないか。結構がっつりだね。うん。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。選べる10連のやつでパラシュート被ると、金チケ何枚ですかと、あれは金チケ1枚ですね。で、次こちらですね。限定ですけれど、異常なんちゃらのレジャー、ゾンビのレジャー、経験値2000とか1200近くいきますよと。やばくないですか？経験値2000って。しかもあのレジャーって確か1010分ないぐらいですよね。短い時間で2000だったら相当うまいですよね。で、次ですね。デザイン業をしていますが、ご依頼いただいた方を満足させるのはもちろんのこと、自分らしさを表現することを心がけているので、寄り添うことがとても難しいです。まあ、デザインの仕事とかって結構やっぱ難しいですよね。特に今ネット上のデザインとか、まあそういうね、人のなんかそういう目に触れることが多いようなもののデザインってのは本当になんか難しいなと思いますね。まあクライアント側がそのデザインに対してまあ仕事をね、他にその外注した経験があったりとか、まあもともとそこそこですね、知識のある人とかやったら、まあ結構ですね、まあわかりやすいその引き継ぎというか仕事ができるんですけれど、まあ全然そのデザインとかしたことなくて、まあ、修正とか言われた際に、もっとここがこんな感じでみたいなぼんやりとしたニュアンスとかで伝えられると、まあきついっすよね。まあ、デザインの仕事しているとなんかそういうことあると思いますし、ね、社内でそうやってまあいろいろ検討する時のデザインとかって楽だと思うんですけれど、外注でお願いされて出だしていくってなった時は、本当なんかね、相手のその受け答えによって難しさというのが変わってきますよね。うん、そういう部分見てもなんかデザイン業って難しいなと思いますね。自分は本当はこれが作りたいのに、でも仕事としてはこっちがいいよなっていう、まあそこのなんか葛藤の連続なんでしょうね。で結局その普段仕事で作っているものと自分がその作りたいデザインが違うから趣味でもデザインして、お前なんか仕事でも趣味でも同じことやってんなっていう、まあ、そんな感じのやつってのはちょいちょいいますね。で次ですね。昨日お得パックを買って次の日見たらパックの画面に2月1日に更新予定だったんですけれど、ガチャもワンチャン更新ありますかねと。2月の1日のガチャの更新ってスパン的に短すぎませんか。まあ、あってもおかしくはないですけどね。物を売るとき、まあ、そこら辺でどうするんだっていうふうに考えたら、まあ、2月の1日はなんかやっぱスパンとして短すぎるような気はしますよね。正直なところあってもおかしくないですけどね。一応なんかお得パックの方をまあもう一回購入できますよ、みたいな。毎週購入できるみたいな。まあ、そんな感じの仕組みでやるつもりなんじゃないですか。まあ、2月の1日って言うと、ちょうどですね、まあ、週明けて、ちょっと経った火曜日になっていると思いますし、まあ、そういう側面もあると思いますから。はい。あとは、月始なんで、
月始めですから、まあ、月始めにそうやってね、お得パックを追加で実装していくことによって、まあ、売り上げの方をですね、まあ、より上がるように、担保されるようにしていくっていう、まあ、そういう意図があるんじゃないでしょうか。まあ、月収の売り上げを出したいっていう意味で、まあ、新しいスキンが入った新しいガチャっていうのを持ってきてもおかしくないと思いますけれど、まあ、どうせ新しいスキンを使って、まあ、そうやって出していくんだったら、ちょっと離して、より売れる体系で持ってくるっていう風にすると思うんですよね。例えばその1週間後の2月の8日とか、18とかはですね、新しいガチャ実装されるって決まってますけれど、まあ、2月の8日の週とかは、まあ、特に何もない時期っていう風になってますから、まあ、そっちの使い方っていうのをしていった方が、高野行動運営からしても、売り上げ上がりやすいっていうね、1週間ごとに新しいものを出すっていう風にした方が、まあ、ガチャの売り上げっていうのは出やすいと思いますので、やるとしたらそっちにすると思いますけれどね、普通は。まあ、持ってきてもおかしくないと思うんで、否定ではないっすよ。